ノースサファイリー札幌は北海道札幌市南区にある動物園兼レジャー施設。2005年7月に北海道初のサファイリパークとしてオープン。運営は有限会社サクセス観光。ノースサファイリー札幌、デンジャラスの森、ノースサファイリアドベンチャーの3つの施設で構成されている。動物との触れ合い、距離の近さをテーマに展示を行っている。 入園時の面積事項には事故及び怪我に対し、自己責任で入場する旨が記載されている。他の動物園ではあまり触れ合いを行っていない、ゴマフアザラシや、ミーアキャット、キタキツネ、エゾタヌキ、トナカイ、フタユビナマケモノ、アカハナグマなどに触れることができる。またアフリカライオンや、ベンガルトラに、鉄作一枚を隔て餌やりを行ったり、 ライオン展示車の屋根に設けられた開口部から釣り竿を使って餌やりをするライオン釣りも実施している。デンジャラスの森では制約書に署名しないと入場できないデンジャラスゾーンがあり、水オおトカゲやインドタテガ紙やマーラシ、ビルマニシキヘビなど危険な動物の資金を通ったり、ピラニア水槽、ワニ展示場の上に設けられた一本橋を渡るなどスリルを感じさせる展示方法をとっている。 またデンジャラスの森にはフクロウ、タカ、コンドルなどの猛禽類が約25種類展示されており、こちらも檻などに隔てられることなく間近で見ることができる。天井から釣り竿で月のワグマに餌やりができる森の釣り堀、ベンガルトラの餌やりがある。ノースサファリアドベンチャーで行っているアクティビティは、水陸療養者を用いたジャングル探検やキャタピラ式の乗り物、 DTV シュレッダー、セグウェイがある。下記には、恐竜テーマパークである、ジュラシックランドを開園し、大型のロボット恐竜の住む太古の森をイメージしたエリアを自動操縦式カートで探検する趣向。積雪機は、ハスキー犬の犬ぞり、スノーモービル、雪上バナナボートなどを行っている。道園は、移動動物園も行っており、商業施設や幼児施設、 老人施設などで実施している。また動物プロダクション部門では、テレビ番組や CM 撮影、イベントなどの動物出演をプロデュースしている。ノースサファリー札幌デンジャラスの森単独展示2008年11月、開演。延命の通り、フクロウなどの猛禽類とキタキツネなどのキツネ類を中心に展示する動物園で、キタキツネへの餌やりや抱っこ。 フクロウや鷹の腕の背や、フライトショーをメインとしていた。展示方法は独特で、フクロウと人を隔てる折や柵はなく、至近距離で見ることができる。また狐も狐舎で放し飼いにされており、そこへ人が入っていく方式のため、間近で狐を見ることができた。積雪機は、大部屋の内部に雪山を作り、狐が穴を掘る、生体観察も容易な施設であった。 フクロウなど猛禽類は約20種類、キツネは3種類、十数匹程度が展示されていた。飼育しているキツネ類はすべて人工繁殖させたもの。媒介する野生動物を遮断し、定期的な駆中剤投与と定期検査により対策を行っていた。そので調教されているメンフクロウやハリスホークが挙式時や肥料園児に新郎新婦のもとに、 結婚指輪を運ぶ演出を行っていた。週刊女性2017年7月25日号池の平ホテルリゾーツ。ありがとうございます。